皆様こんにちは。のは南淡路市のゆかりのピアノ教室へようこそ。こんなユニークな楽しいバイキン先生がみんなにドレミの音名やなぞなぞ楽しいことを教えてくれますよ。幼児期の導入は楽しい気持ち、音楽を楽しむ気持ちが一番ですね。それでは今日もみんな大好きドラえもんの曲を弾いてみますね。ドラえもんの秘密道具にはいろんな種類がありますね。どこでもドア、タイムマシン、逆さコンベ、水加工用ふりかけ、いろんな秘密道具があれば嬉しいな。みんなの願いを叶えてくれる、そんな不思議なポケットが欲しいですね。俺様、物忘れもなくなったと。みんな楽しいこと大好き。タンタンタン、はい、タッタンタッタン。幼児期の導入は楽しむ気持ちが一番ですね。それではドラえもんの曲を弾いてみますね。Thank you.
えもんの曲でした。今日も楽しいお稽古ですよ。良い子の皆さん、上手にできたら楽しい嬉しいシールのご褒美が待ってますよ。毎日楽しみながら、いろんな音遊びやリズム遊び、動物当てクイズなど楽しむ気持ちが一番ですね。それではバイバイキーン。はひふへほー。